まあ、ここまでが地震学が違ってんじゃないかという話ですけども、じゃあ地震が本当に起きる理由というのはどういうことなのかという、ことですね。でこれは、まあ、マグマ貫入理論というのが、まあ、私たちが言ってる、まあ、石田理論と一応名付けてますけども、これは突拍子もない理論ではなくて、昭和の初めまではマグマ貫入理論というものが世の中にはこうありましてね、東大の地震研究所の2代目の所長をされてた石本さんという人がマグマ貫入理論、マグマが 何が原因か分からないけど地中でドーンと岩と岩の間に突き上げるように入っていって貫入する、これが地震の原因だとという話を昭和の初めになされてて、この理論、これ私は非常に優秀な理論だと思うんですが、これが学会を風靡してた時代があるんです、昭和の初め。で昭和戦争が終わってからアメリカから男性反発論が来て、これまたダメになってたんですけども、私が言ってるのはこの石本さんたちが言ってたマグマが何かの原因で貫入する、これが水素が爆発することによって貫入するんだと、そういう、貫入の原因を水素の爆発でやっとしたもので、石本理論を発展させた理論、これを今地震爆発論として広めようとしておるんですね。であとネットなんかで見ると山本博さんって人の水素核融合という話もあります。で山本博さん私とは父のことをいろいろ話し合ってて、で山本さんは水素 の核融合の話まで持っていってしまって、でちょっと話を発展してアメリカの 9.11 の話まで持っていってしまったんで、ちょっと危ないなと思ってたんですけども、2年前に、交通事故ということでなんか亡くなられちゃったんですけどね、私はそこまで話を持っていくと危ないと思ってたんですけど。